6.25 マックス開催記念クボキュンと、谷キュンのマックストークの時間ですということで、今日はですね、YouTube のライブにて全世界生中継してね、これ、大会の見どころはもちろんですね、クボキュンへの質問コーナーもたっぷり、やろうと思ってます。コメント内容はリアルタイムで英語に訳しますので、皆さんどんどん質問などお寄せください。まず最初にですね、今回 6.25 代々木第二体育館でやる、63キロ、ジャパントーナメントの大予想をしたいと思います。はい、段取りがあんまりよく分かってませんが、カードはこれとってもいいカードだよね。はい、自分で言うのもなんだけどさ、はい、とってもいい組み合わせ。1回戦第1試合が大和君対ひろや君、これ面白いな、はい、で、第2試合がですね、大和君に去年勝ちました、浦部君の弟小矢君対、ライズのチャンピオンの結城君、そして第3試合が今日のゲストの久保君と、喜左衛門、僕の息子同士の対決という、これもすごい1回戦の中では好カード。そして1回戦第4試合は K-1 甲子園のチャンピオンの野入君対、クラッシュの、63キロのチャンピオンに見事輝いた、梶原選手の、以上8人のトーナメントということでですね、去年63キロやりまして、いろんな選手を出したんですけど、まあ、今やですねこうやって若手が勢ぞろいということで、まあ、その中でチャンピオンベテランのですね結城選手と梶原選手がどこまで頑張れるかという、見どころになっていると思いますけども、去年は優勝が大和選手で準優勝が、久保選手ということで、久保君にちょっと意気込みを、はい、そうですね、去年あの決勝戦で負けてしまって1年悔しい思いをしたので、やっぱり今回何が何でもあのチャンピオンになりたいっていう意地と、はいはい、もうかけてそれをちょっと今回チャンピオン狙いたいなと思います。狙いたいと、はい、いうことですね。じゃあちょっと予想っていうことなんで、予想をしていきたいと思いますけども、まず大和選手と広谷選手の試合、これはねもうバチバチ殴り合う第1試合にふさわしい、倒し合いになるんじゃないかと思いますけども、久保君はどう思いますか。はい、僕あの大和選手も広谷選手も両方戦ってる、ね、戦ったことが、はい、あって、あのどちらもパンチがやっぱりすごい、あの戦ってて強いなというふうに思ったので、本当にバチバチ殴り合っていい試合になるんじゃないかなという、客観的にあのこれなんか倒れそうだよね、はい、どっちかね、どっちか、はい、KO 決着になりそうだと、 KO 決着になりそうなカードなんかなと思ってるんですけど、はい、まあ広谷選手は正直言って久保君と戦った時に、はい、久保君は一番苦手なタイプだと思うんだけど、はい、大和選手は結構得意なタイプだと思う、あの噛み合うタイプだと思う、はい、もしかしたらね、K-1 甲子園のチャンピオンの平谷選手が、はい、なんか大学生になったみたいな、慶応大学に入ったみたいな、あ、そうなんだ、うん、で、ちょっと大学生になった、はい、平谷君が、どこまで立ち向かえるかと、はい、そんな試合だと思いますけど、どっちかするんですか。あ、そうですね、僕はもうやっぱり、まあ、正直言うところやっぱり大和選手に決勝まで上がってきてもらいたいという気持ちがあるので、リベンジしたいという気持ちが、はい、あるので、だから、まあ、大和選手に結論から言うと、はい、大和選手にここまで来いと、そうここまで来てほしいと、はい、来てほしいっていう、はい、なるほど、思いがあります、はい、で第2試合、これはね僕ど意外とどっちかつか分かんないと思ってるな、一番分かりづらい試合だなと思ってるんですけど、高野選手と結城選手の試合はどうなるか、はい、そうですね、結城選手はやっぱりローキックがすごい強いというイメージがあって、うん、で、もう高野選手はやっぱりこう、うまい久保君みたいな感じですよね、あ、やっぱりサウスポーで同じタイプだと思うんですけど、うん、やっぱり足とか止められるとやっぱり弱点というか、はいはい、高野選手のこういうステップとかが使えないんじゃないかなっていうのがあるので、正直本当にどっちが勝つかわからないっていう、分からない、僕も、うん、それ難しいよね、はい、これあえて言うとどっちか、あえて言うと、僕はそうですね、やっぱり勢いとかからするとやっぱり浦部選手なのかなっていうふうに、はい、浦部選手が上がってきそうな気がします。僕ね、結城選手上がってくるような気もするんだよな、はい、あ、本当ですか、こっちは山内選手に去年負けて、はい、こっちは勝っちゃう、勝ってるんですね、はい、うん、なるほど、これは一番分かりにくいカードだと思うんですけど、で第3試合が、はい、久保君と裕太君と、喜左衛門の試合なんで、はい、喜左衛門はどうですか、
対戦相手でして、何回かの一緒に練習スパーリングをさせてもらったことが昔、3年ぐらい前なんですけど、あって、その時からやっぱりすごい才能とかすごい強いなっていうのを感じたことがあるので、そこからまたさらに成長してると思うんですけど、お互いなので、なんていうんですかね、その成長がどれだけ2人ができてるかっていうので勝負が分かれると思うんですけど、3年前はボコボコ、はい、いやそんなボコボコなんてそんなとんでもないですよ。全然本当に互角ぐらいの、互角ぐらいの、はい、僕が強いなっていうのを本当に思いました。なんかね、はい、機材もいいね、これ組み合わせ決める前にたまたまあったんです、はい、でやりたい、どの辺かやりたいのって言ったら、はい、やっぱりヒロヤもやりたいし、はい、でその中で、あと渡辺和久とか、はい、あとは久保君も言うよとか言ってたの、はい、わかりました、うん、なんかこれはね、1回戦の中では結構いいカードの一つだと思うんですけど、戦略とか練ってる？あ、戦略は、はい、練ってます。やっぱり左衛門君はパワーもあるし、やっぱり蹴りもすごい上手な選手だと思ってるので、うんうん、その辺はやっぱり警戒して、戦略はかなり、はい、いろいろ考えてます。うーん、まあ、これは当然自分が勝つという気持ちでやってると思うんで、はい、あ、はい、そうです。これは第4試合、あ、第4試合は、はい、梶原選手、はい、ノイリ選手はやっぱり1ヶ月前にクラッシュで KO をされてるじゃないですか。で、梶原選手、それに対してやっぱりクラッシュで優勝してるっていうことで、ね、やっぱり勢いとか経験とかからすると梶原選手が上がってくるんじゃないかなっていうふうに僕は予想してます。ノイリ君は、はい、ちょっと去年の秋ぐらいから調子悪いね、はい、うん、なんか K-1 甲子園でチャンピオンになった時の強さというかさ、はい、あれがちょっと今まだ戻ってないなって感じがするんだけど、梶原選手はどんな選手？梶原選手は合宿で、一回スパーリングとかマススパーリングさせてもらったこと、一緒に練習させてもらったことがあって、やりやすいタイプじゃん。そうですね、はい、噛み合うと思います。やりやすいタイプだよね。やりやすいタイプ、そうですね。得意なタイプ、得意なタイプ、そうですね、はい、自信ある。どうだろう、自信は、ああでもそうですね、クラッシュの試合見てやっぱり梶原選手本当に強い感じたので、うん、それあと2週間でどれだけ自分をこう作れるかっていうので、はい、自信がついてくると思います。梶原選手と結城選手って僕なんかね、はい、結構名勝負製造機っていうか、ああ、そうなんかね、相手を引き立たせるのすごい上手い選手なんで、はい、好きなんですよ。若い子にはなかなかない、はい、こう相手をもう本当に相手のいいところをガーッと出すタイプなので、まあね、最高年齢で、まあ、僕高野君が優勝するかなと思ってたんだけど、はい、ね、梶原選手が勝ってきてね、はい、まだまだベテランの意地を見せてるんで、ね、で、まあ、今回ね、本当に、なんですかね、これが最後だっていう気持ちで多分来ると思うんで、はい、そこは怖いと思う、はい、うん、そうすると久保君のあれでは準決勝が高野君と山田選手のリベンジ、はいはい、で、久保君と梶原君が戦う、はいはい、こっちは自分は結構得意だけど、はい、これは高野君どうなるの、今度山田君。そうですね、やっぱり一回その山田選手が負けてしまって、こういう、まあ、そうですね、リベンジというそういう気持ちがすごい強いと思うので、うん、その辺のやっぱり高野選手はすごくこう山田選手に対して対策をすごく前のクラッシュの時に、うん、立てたのね、はい、っていうのがすごく分かったので。得意だよね、山田君。得意です。山田君の見たらタイプが高野君実は一番得意だよ、ね、だと思います、ね、うん、結構来る、来て、はい、パンしてくる選手のタイプにとって、はい、カウンターをそうですね、うん、だから、はい、だけど、まあ、山田君が一応見せるんじゃないかと、はい、はい、と思います。なるほどね。ただ上がってきてほしいっていう、欲しい、はい、前回なんか反省してるの、はいはい、決勝戦、あ、僕が山本選手に対して、あ、やっぱり、はい、いろんな反省点があったりとかして、はい、こうすればよかったな、ああすればよかったなっていうのがすごく、まあ、あった。でも試合が良かったよ、はい、あ、ありがとうございます。去年の決勝戦すごく良かった、はい、だから僕この若い選手にこの間、はい、みんなにも言ったんですけど、はい、そのなんていうかな、お客さんのために戦うっていうかさ、はい、なんかファイターの食べとか、はい、なんかいろいろそういうね、いろんな思いはあるかもしれないけども、はい、なんか勝ちたいという気持ちが強いかもしれないけど、まずね、K-1 MAX を盛り上げるんだっていう、はい、ファンのために戦うんだっていう気持ちをたくさん持って、はい、
もらう選手が好きなんで、あの去年の決勝戦みたいな、はい、ああいう試合をぜひやってもらいたいなと思ってます。頑張ります。ちょっと頑張ってもらえれば、はい、だあのただ、まあ、マックスって何があるか分かんないから ね、はい、ねこの中でただあの意外な選手が出てくるかもしれない、はい、まあ、そういうことを含めて本当に、はい、ぜひ本当に皆さん注目していただきたいなというふうに思います。とあの予想に関しては、まあ、こんな感じなんですが、続きまして段取りがよく分かってないんですが、久保君への質問コーナー、Facebook とあと Twitter とかやってるの、 Facebook とか Twitter で、質問しましたけど、まず Facebook の方から、今回のトーナメントに向けてどんなトレーニングをしていましたか。今回のトレーニング、特別なことやってんの。あ、特別なこと、そうですね、ほぐみのフリアトレーナーから、うん、ちょっと走り方から、変えるように言われて、今回のトーナメント用にちょっと走り方も変えて、どういうふうに変える。長く戦えるように。あ、そうですね、トーナメント用に、あと自分のこの弱点っていうんですかね、とかもいろいろ反省点とかもあったりして、それを克服するためにちょっとそこから改善してもらって、あとパワー的なものであったりとかも、はいはいはい、少し、あれ前回1日3試合で初めてやったと思ったんですけど、あ、どうですか。はい、正直ちょっときつかったです。きつかった。はい、初めてこう、まあ、自分でこう思ってるのとは違ったなっていうのは感じました。1回戦誰だ。はい、1回戦は尾崎選手と、あ、尾崎選手やって、はい、2回戦が、はい、松本選手、あ、松本選手か、はい、そうか、松本選手を KO したんだ、はい、ハイキックで、はい、2回戦は割と綺麗にパッと、はい、ね、1回戦は、はい、で1回戦がちょっときつかったっていうか、怪我とか、あれ、はい、そうですね。あと決勝もやっぱりそこで3ラウンドを戦うっていうのがなんか、なるほど、精神的にも肉体的にもいろいろ勉強になったので、はい、はい、続きまして質問を、はい、世界の63キロファイターでどんな選手と戦いたいですかっていうフェイスブックから来てるんですけど、もう今年世界大会やりたいと思ってる、はい、63キロだから今回はあくまでも、はい、日本人の一番を決める戦いで、はい、あくまでも K1 っていうのはあのマックスのそのね、マサト選手もそうだけど世界を、はい、見せたいなと、はい、いうことなんですけど、63キロの世界の選手とか知ってる？はい、あのいつショータイムとかであの YouTube とかで見たりしました。どういう選手がいる？あのカリム・ベーノーイ。カリム・ベーノーイ。なんかあのこの前いつショータイムかなんかでチャンピオンになった。おお、それがいい選手。61キロ級。あ、61キロ。はい。それが強い。それがなんかすごい強いと思って。カリム・ベーノーイってどこの選手？あれどこなんだ。なんか 白人の方でした。白人で。はい。あの黒人の方があの山本正弘選手に勝ったチャンピオンに勝った人なんですけど、はい、それが強い。強いと思う。やってみたい。やってみたい。はい、今回優勝できたらそういう風に世界なんかもう久保君って、はい、僕と久保君って親子ぐらいの年齢差があるかもしれないんだけどさ、四角いジャングルって知ってる？四角いジャングル、分かんないです。梶原駅が書いた、知らないよね。僕高校生ぐらいだったのにさ、あの梶原駅が書いたね、はい、格闘あのリアル漫画みたいなのあった、はい、でその時に、はい、ちょうどライト級とか60キロぐらいで、はい、日本には藤原俊夫がいて、はい、でアメリカでベニー・キーで、はい、でタイでなんかねあのシーソン・ホップとかさ、そういうやつがいて、だから僕そういうのがやりたいの今。だからベニー・キーでみたいなアメリカ人って、はいはい、ラモン・デッカーみたいなオランダ人がいて、はい、でタイ人ですごい強いやつがいて、はい、で中国でブルース・リーみたいなやつがいて、はい、それで久保君がやるんです。はい、そういう世界大会をして、はい、でも正人君みたいにちょっと日本人がね、はい、頑張らないと、はい、いけないっていうか、そうですね、うん、ビニークドとか知ってる？あ、知ってます。あのこういう長い、そう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 、あの橋本真也が履いてたパンタロンみたいなのが履いてたやつ、はい、あれがねすごいね、僕らの高校生ぐらいの時ね、はい、すごい一世を風靡したんですね。そうなんですか。うん、だからそういう、はい、63キロでそういうなんか世界トーナメントやりたいなっていう感じで思ってます。楽しみ。ちょっとすごいの見つけてくるからさ、はい、あれザンビですとかさ、はい、ああいうやつはみんな63になるんじゃない？ああ、そうです。ブアカーはちょっともう無理だって言ったな、はい、そうなんですか。うん、タイ人で強いやついるよね、なんとかってやつ、はい、タイ人なんだっけ、
センチャイですか。センチャイだけ60ちょっとぐらいの、はい、何だったかな、あの結構みんなあの石井選手に勝ったりとかさ、はい、あの新日本に何て選手誰だっけ、知らないよね、まあいいや、あのそういう選手、はい、であの石井選手に勝った選手誰だっけ、タイ人で強いの60何キロ、センチャイ、なんか新日本キックの石井選手とかなんかで勝った誰だっけ、ちょっと忘れちゃった、ヤマトに勝った、スベガスで勝ってるのはセンチャイ、センチャイ、ヤマトに勝ったのはセンチャイ、はい、あれは強いです、あそういうことはそう、殺されないですか、ちょっと頑張ったよ、はい、これが強い体重に勝ったんでしょ、あ、なんかすごい、はい、デザイン、はい、なんかラッキーパンチが当たった、まぐれなんですよ、ラッキーパンチ、ラッキーパンチ、はい、強かった、あ、やっぱ1ラウンド全然変わらなかったです、まあ、自分自身ちょっとレベルを上げないと考えてました、体重前からね、はい、わかりました、はい、もともとなんで K-1 とかキックボクシングやるの、はい、あ、僕は小学校からずっと、K、あのかあのテコンドーをやってたんですけど、あ、テコンドーやってた、はい、小学校2年生の、なんでテコンドーで、やっぱりあの K-1 を中学生の頃に見て、見て、はい、自分もその K-1 っていうああいう輝かしい舞台に立ちたいと思って、それでキックボクシングのジムに入りました。それまでテコンドー、テコンドーは何で始めたの？テコンドーは、たまたまなんか、試合を見る機会があって、なんか彼の足技に憧れて8歳の頃からずっとテコンドーをやってて、で中学ぐらいからキックボクシングのジム、はい、高校1年生の頃です、中学生3年生ぐらいの時に K-1 をやっぱり見て、はい、その時誰が来たんですか、その時、はい、マゾ選手も見てましたけども、はい、小平巻選手、マゾ選手、ちょうどあの時代だったので、あの時代で、はい、その時代の人がもう今、ね、これからトップ取ってくるような、あれ、みなちゃんが、なんか、久保君ってすごいさ、はい、素直で、はい、はいはいっていう、すごい可愛らしい存在なんだけど、結構だから、もうなんか、すごい裕福に育った感じなんだけど、はい、もう実はそうでもないっていう感じで聞いてんだけど。はい、あ、すごい、結構家庭は複雑だったんでしょ、家庭は、はい、言いにくかったら言わなくて全然いいんだけど、あ、まあ、両親は2回ぐらい離婚してされてて、うん、はい、ちょっと複雑な家庭なんですけど、複雑な家庭なんだ、まあ、はい、へえ、おじいちゃんおばあちゃんがあの、まあ、今そういうに、おじいちゃんおばあちゃんに育てられてる、はい、まあ、そうですね、途中、若い頃というか、若い頃は、はい、途中からもほとんどおじいちゃんおばあちゃんが親が面倒見てる、はい、へえ、じゃあお父さんお母さんと今は、はい、あのほとんど会ってないっていうか、あ、今はもう会ってないです、会ってないんだ、はい、へえ、兄弟2人だっけ、兄弟は2人なんですけど、なんかあの 何人かいるんです、ああのお父さんお母さんが、お父さんお母さんが、はい、なんかその間に、はい、16歳ぐらい違う妹がいたりとかします、はい、それはもう会ったことない、あ、会ったことあります、たまにそのなんていうんですか、何年かに1回ぐらい会ったりとかしてるんですけど、何人兄弟がいるかとか、はい、把握してるの、大体 4人ですか、4人、はい、じゃあ自分と弟と、はい、弟なんだっけ、ケンジです、ケンジ君と、はい、あとはあとその義理のお兄さんですね、はい、いて妹がいてが4人です、はい、でもめちゃくちゃ苦労してたんでしょ、めちゃくちゃ、いやもう、まあ、そうです、複雑な、すごいハングリーな、ハングリー、いやニコニコしながら、はい、すごいハングリーな、はい、あの選手なんだよって聞いたことあるからさ、そうですね、格闘技が本当になかったらやっぱりグレてたと思います、グレてたなので格闘技にやっぱり助けられたっていうのが、なんか一番最初見た時、はい、弟が、高校生で、はい、で久保君が多分僕18とか19くらいだと思うんだけど、なんか本当にね、なんか、はい、すごい印象は、はい、あのなんか本当に雨に濡れた子犬がさ寄り添ってる感じでさ、はい、なんか本当にか、なんかか弱くさで、なんか一生懸命格闘技やってて、はいはい、なんかそんな感じがイメージがあるの、その時から僕キュンと来てる、あ、なんかその兄弟を見た時さ、はい、うん、本当に血がつながってるのは弟だけは、あの、あ、そうなんだ、はい、血がつながってるんですけど、でも弟との信頼関係、はい、めちゃくちゃあるんですよ、あ、めちゃくちゃ、でも弟すごく性格が全然180度なんか、どういう性格が違うんです、
弟ですか。弟はなんか適当な感じです。適当な感じ。僕は血型何型なの。僕 A 型です。弟は。弟も A 型なんですけど、なんか B 型のっぽい感じで、我が道を行くタイプで、僕はどっちかというと神経質なタイプなんです。あ、そうなんだ。はい。弟もいい選手になってきたね。あ、はい、これのクラッシュ見たときいい選手になってきたなと思った。 ありがとうございます、うん、ちょっとお兄ちゃんとは違ってさ、はい、あ、ガツガツなんかガツガツいくタイプだから、はいはい、あ、なんかいい選手になったね。誰とやったんだっけ、この間。滝谷選手。あ、そうそうそう、はい、惜しかった惜しかった。滝谷選手やってなんかいい選手になってきたっていう、イメージがあるね、はい、うん、もう少しだね、弟。はい、今2人で暮らしてる。あ、僕はおじいちゃんおばあちゃんと3人で暮らしてて。おじいちゃんおばあちゃんと今も暮らしてるんだ。はい、おじいちゃんおばあちゃん、久保君が亡くなった時は何か言ってる、はい、あの会場には必ずいつも応援に来てくれてて。あ、本当、はい、あの応援してくれてます。へえ、そうなんだ。いや、だけどね、あんまりもっと今度ははい、ちゃんとした時に、はい、聞きたいんだけど、本当なんかもう、はい、家庭環境も大変だし、ああ、すごいハングリーで、はい、なんか見た目とは全然違う、人なんだってことを聞いててさ、なんかそんな感じもしたんだよね、最初から。子犬が寄り添うようにさ、雨に濡れてる感じだからさ、僕なんかちょっと助けなきゃと思った。すいません。うん、その若い時だったからさ、で、まあ、いろいろジムとかなんかでも苦労してるって聞いたからさ、はい、ね、日本のトラブルとかなんかにあったとか、いろいろ聞いてたからさ、まあ、そういう思いもしながらもこうやってやっていったんだけど、なんとか頑張ってちょっと魔女族みたいにならないとね。もう本当に最初に頑張りたいです。ね、本当頑張ってほしいんだけど。ありがとうございます。なんか、あ、なるほどなるほど。世界、というわけで、ちょっと久保君とこうやってトークさせてもらったんですけども、改めて、はい、ちょっと見どころっていうか、意気込みを、はい、ちょっと教えてもらいたいんですけど。先ほどの、ジエモトさん、京太郎さんの話、から、僕だけはやっぱりチャンピオンみたいな、ジエモトさん、京太郎さんはヘビー級と、はい、70キロで優勝されてるので、うん、やっぱりこのチームホー組っていう一緒に練習させてもらってて、やっぱ僕だけがやっぱりチャンピオンじゃないっていうことで、うん、やっぱり1年間すごいやっぱり悔しい思いとか、やっぱり してきた つもりなので。うん、そこの辺をやっぱり当日はぶつけて、なおかつやっぱりお客さんを喜ばせる、はい、引きつけるような、喜ばせるような、そういういい試合をできるようにで優勝を目指したいです。63キロってライバルがすごいたくさんいるからね、はい、すぐ出てくるからね、はい、70キロって結構なかなかね、はい、出てくるの難しいかもしれないけど、はい、本当に連覇するのはめちゃくちゃ難しいだろうね、そうですね、うん、逆に言うと連覇阻まないとね、はい、山田君はね、はい、K1 甲子園のあっという間に強くなっちゃうから、そうですね、うん、負けないように、負けないようにちょっと頑張っていただきたいと思います、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。じゃあちょっと久保君、はい、今度またちょっとケーキでも食べに行こう。あ、ね、よろしくお願いします。頑張って盛り上げてください、はい、ありがとうございます。ちょっと頑張ります。あ、よろしくお願いします、はい、じゃあ頑張ってください、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。